皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。キリンチャレンジカップが行われて、ウルグアイには引き分け、コロンビアには逆転負け。見どころが少なかったね。そうですね。まだテスト段階ではありますから、しょうがないといえばしょうがないですが。そうだね。長い目でチームを見守ろうとは思うけど、今回の試合で第2次森保ジャパンの課題が少し分かった気がする。課題はものすごくいっぱいありそうですが。そうだけど、一発でそれらの問題を解決できる方法があるよ。え、本当ですか？世界で活躍しているトップ選手を日本代表に入れたら解決するよ。魔理沙どうしたんですか？疲れているんですか？ごめんごめん、もしもの話だよ。そんな妄想を楽しんだっていいじゃん。今この場面でこんな選手がいれば、みたいなことを一度は考えたことあるでしょ？考えたことはありますけど。今回のキリンチャレンジカップでも今の森保ジャパンにいれば、っていう選手を考えていたんだよね。つまり今欲しい選手イコール森保ジャパンの弱点とも考えられるんだよ。なるほど、そういう意味では妄想もいいかもしれないですね。今回は、ファンタジー要素満載だけど、日本代表に世界で活躍している選手を呼べるとしたら、を考えてみるよ。妄想なので楽しみます。現役、引退した選手問わずゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードで一人ずつ、合計4選手を紹介するよ。まずはゴールキーパーの選手を考えてみよう。森保監督はゴールキーパーに求めることについて、失点をゼロにしてもらうこと、安定した守備でシュートを自身で止めるということ、他の選手と協力して相手のチャンスを未然に防ぐこと、攻撃の第一歩として、攻撃の起点という役割も求めていきたい。と、インタビューで答えているね。ゴールキーパーの基本と、ビルドアップなどの攻撃の起点を求めているんですね。そういう意味ではシュミット・ダニエルはビルドアップに長けている方ですよね。そうだね。ただ、もう少しビルドアップに関われて、かつ、素晴らしいセービング能力を持っている人が世界には多数いる。妄想森保ジャパンに選びたいゴールキーパーは、オランダ代表として活躍したエドウィン・ファンデルサール。ファンデルサールは、長年、マンチェスター・ユナイテッドとオランダ代表のゴールマウスを守り続けた。安定感抜群のゴールキーパーで、197cmという長身から摩天楼と称されている。ファンデルサールの特徴は、長身と手足の長さを活かした守備範囲の広さ。そして大きいだけではなく、両足で精度の高いボールを蹴ることができる、優れた足元の技術を要しているんだ。ファンデルサールは攻撃の起点ともなり、素早い動き出しと、長年の中で培われたポジションの取り方も優れた現代的ゴールキーパーだ。なるほど。どういったところが森保ジャパンに合いそうですか？ファンデルサールのゴールキーパーとしての足元の技術は世界一と思ってるよ。当時のマンチェスターユナイテッドのカウンターは、ファンデルサールの精度の高いキックが起点となるケースが多かった。センターリングをそのままファンデルサールがキャッチしてゴールキックから三笘薫、伊東純也などへ。ボールが渡りそのままゴール。この綺麗なカウンターが容易に想像できたんだ。まさに攻撃の第一歩ですね。これで得点も失点も減りますね。次にディフェンダーの選手を考えてみるよ。今回のメンバーは世代交代という意味で吉田麻也や酒井宏樹などのベテランは呼ばれなかった。しかし、世代交代を図ったディフェンダーがあまり機能していなかった印象。コロンビア戦で同点に追いつかれた場面は左サイドで板倉滉がマチャドに振り切られ、マイナスのアーリークロスに反応して走り込んできた19歳のコロンビア期待の若手デュランにゴールを決められた。中に人数はいたが、バングーナガンデカシーフとか鎌田大地が寄せきれなかった。一瞬の隙と球際の弱さ。経験不足で片付けられる問題ではない。吉田のような存在はとても大きかったと思えるようなシーンでした。また、リーダーシップを取れるような選手もいなかったよね。常に思っているけど、いわゆる闘将という選手が日本代表の中にいた方がいいと思うんだよね。プーリを以来見ていないかもですね。妄想森保ジャパンに選びたいディフェンダーは、スペイン代表として活躍したセルヒオ・ラモス。なるほど。どういったところが森保ジャパンに合いそうですか？セルヒオ・ラモスは2005年夏、19歳でセビージャからレアル・マドリードに入団。そこから2021年まで数多くのタイトル獲得に貢献。ピッチ内では闘将として激しいプレーで味方を鼓舞し、ピッチ外ではチームへの批判に対しスポークスマンとしてメディアに反論し続ける。時に度を越すファールを犯すこともあるが、圧倒的に強い対人プレーと、どんな状況においても決して諦めることがない。不屈の精神を持ち合わせている。日本人でこんなマインドを持っている選手はいないと思うんだ。ピッチ内外で大きな影響力を持つセルヒオ・ラモスのような選手はやっぱり必要だと思うんだよね。活を入れてほしいですね。次にミッドフィルダーの選手を考えてみるよ。
ミッドフィルダーはやっぱパサーが欲しい。遠藤康人のような選手ですね。まさにその通り、森保ジャパンのサッカーはサイドに強力な選手が多いので、そこから個人技で崩していくシーンが多いんだよね。というかほとんどこの攻撃が多いかな。ここにパサーが加わることでサイドからの攻撃以外のバリエーションが増えるから、欲しいタイプであるよね。森保ジャパンで選ばれたパサータイプの選手って柴崎岳くらいしか思いつかないです。妄想森保ジャパンに選びたいミッドフィルダーは、イタリア代表として活躍したアンドレア・ピルロ。イタリア代表として長らく活躍したピルロは、ボールコントロールキープが上手い世界最高のレジスタ。卓越した戦術眼と正確なパスで、タクトを振るう姿はまさに世界最高の歴代レジスタにふさわしいよね。ピルロのパスは、グラウンダーのスルーパスというよりも、浮き球でのロングフィードや、ピンポイントで前線の選手へ供給するパスで、一気に戦況を変えてしまうほどのビッグチャンスを演出している。ピルロは世界最高のパサーです。私も大好きな選手です。今の日本代表にピルロが加われば、どんどん後ろからボールを供給し、中央からも崩してゴールを決められる。このパターンが増えることによりサイドでの崩しも生きるので、ここはやっぱ必要です。ピルロと次に紹介するフォワードが入れば今の森保ジャパンの弱点をすぐ改善できると思うよ。なるほど。楽しみですね。じゃあ最後にフォワードの選手を考えてみるよ。そもそも歴代日本代表で絶対的ストライカーって言われたら誰を想像できる？最近だと大迫勇也とか昔だと高原直弘ですかね。もちろん活躍はしているけど、絶対的と言われたら少し物足りないと思っちゃうよね。日本人はなかなかシュートを打たずに、ボール回しに固執する風潮から、ストライカーが生まれにくいんだ。育成年代からミニゲームをしていても、崩しきらずにシュートを打つ子が異端視されがちなんだそう。パスで崩そうという共同作業の中で、唐突にシュートを狙うことが、まるで破壊行為のように白眼視されてしまうことが少なくない。空気を読む予定調和で支配された日本社会では、大胆な個性が嫌われてしまうこともある。日本人のいいところですが、エゴイストは生まれなさそうですよね。だから森保ジャパンの求めているフォワードの能力は逆に日本人よりなのかもしれない。森保ジャパンのフォワードには得点能力より、前線での積極的な守備やボールキープ、攻撃の起点になることが大事である。古橋亨梧が選ばれない原因ここにありっていう感じですよね。浅野拓磨や前田大然が重宝される理由がよくわかるよね。もちろんその戦い方でワールドカップではドイツやスペインを倒したからいいと思うけど、他の戦い方をオプションで持っておきたい。そこでピルロのパスに反応してくれそうな相手がいればいいんだよ。妄想森保ジャパンに選びたいフォワードは、ブラジル代表として活躍したロナウド。2002年ワールドカップ日韓大会において、自ら得点王に輝きブラジルを優勝へ導いたロナウドの通算得点は、343試合出場で247得点で、1試合平均 0.72% という驚異な得点率を持っているんだ。本当怪物ですよ。ロナウドには驚異のスピード、テクニック、強靭なフィジカルの持ち主。他にもオフザボールの動きが非常にうまく、ディフェンダーの視界から消えたところで自弾からのスルーパスというパターンを、レアルマドリード時代何度も見たよね。これで日本代表のワールドカップ優勝は間違いないです。と、ここまで妄想してみましたけどどうだった？妄想だから何とでも言えるけど、森保ジャパンに足りないもの、オプションとして持った方がいいもの、そんなものが見えました。こんな日本人選手が出てきてくれたら本当にいいよね、ファンとしても嬉しい。出てきてほしいですね。次のワールドカップまでまだ少し時間はあるから、これに似た選手が出てきて活躍してほしいね。今いる選手たちの成長にも期待です。あと、妄想はとても楽しかったわら。また今度時間があったらやりましょう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。